シャイニーのテミンとザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブ、クリーピーナッツが、エイジアスターエンターテイナーアワード2024以下、アセア2024のステージを輝かせる。音楽とスター、ファンが一つになる、アセア2024が4月10日、K アリーナ横浜で開催される中、本日20日、アセア組織委員会がテミン、ザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブ、 クリーピーナッツの出演を確定したと正式に発表した。2008年にシャイニーのメンバーとしてデビューしたテミンは、K-POP のエースであり、よくソルナム、歴代級のソロ男性歌手、として存在感を放つオールラウンダーアーティストだ。昨年6月、シャイニーのエースフルアルバム、ハード、で、アルバム売り上げの自己最高記録を更新し、世界43地域の iTunes トップアルバムチャート1位。 ワールドワイド iTunes ア,アルバムチャート1位、日本レコ直デイリーアルバムランキング1位、韓国音源及びレコードチャート1位を記録し、音楽番組五感王などの成果を上げ、音楽、ダンス、ファッションの全ての部分で現代に合うトレンドを示し、引っ張っていくコンテンポラリーバンドとして評価されている。テミンはグループ活動にとどまらず、昨年10月にフォースミニアルバム、GILTY を通じて、 ソロアーティストとして再びキャリアハイを更新した。昨年12月には、2日間にわたり開催されたインチョン、インチョン、インスパイアアリーナでのソロコンサートを視野制限席まで全席完売させ、1万6000人余りの観客を動員する底力を発揮した。シャイニーは2月24日と25日、東京ドーム単独コンサートを控えている。ザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブは、 2017年シングル、ライトニング、でメジャーデビューを果たした16人組ダンスボーカルグループだ。ヒップホップテイストの華麗なパフォーマンスを披露し、日本でファンダム、特定のファンの集まりを構築した彼らは2021年7月、デビュー後初めての単独東京ドーム公演を成功させ、2022年、MTV ビデオミュージックアワーズジャパン2022、 で最も評価された振付の楽曲に贈られるベストチョレオグラフィーを受賞した。彼らはデビュー7周年を記念し2月14日に同時発売したグループ初のベストアルバム16ソウルと16プレイを通じて熱い人気を証明した。クリーピーナッツは日本の MC バトルの大会 UMB Grand Championship で優勝し 全国3連覇を達成したラッパーの R 指定と、グローバルな人気を博している DJ 松永で構成されたヒップホップユニットだ。2017年、ソニーミュージックよりメジャーデビューし、2020年、かつて天才だった俺たちへ、2021年、ケース、などを発表し、音楽ファンから愛されてきた。2022年フルアルバム、アンサンブルプレイ、の発売を記念して展開した全国ツアーは、 埼玉スーパーアリーナなどすべての公演のチケットを完売させた。彼らは今年1月に音源を公開したブリンバンバンボーンで世界的に人気を集めている。アセア2024は19年の伝統を持つ韓国最高の芸能スポーツ専門メディアニューセンと12年間スタースタイルマガジンを発刊しているオンライン芸能メディアアットスターワンが主催し、 アセア組織委員会とゾゾタウンが主観する。同受賞式には、1年間世界を舞台に意味のある成果を上げたトップクラスの K-POP アーティストと歌手たちが参加し、華麗なステージを作る。少女時代のユリと 2PM のテギョンが司会を務め、俳優のソン・スンホンと女優のチョンヨビンが対象のプレゼンターを務める。これに先立ち、ビリー、レイシックス、ファンタジーボーイズ、NCT ウィッシュ、 ストレイ・キッズ、ステイク、ザ・ボーイズ、TWS の出演が発表された。同授賞式が開催される K アリーナは、2万席規模で2023年9月に開館した。音楽専用の公演会場としては世界最大規模だ。K アリーナは東京中心部から30分ほどの距離に位置し、k p o p スターをはじめ、多くのアーティストの公演が連日行われている。 アセア2024は公式ホームページを通じてアーティストのラインナップ、受賞部門及び審査基準などを順次公開する予定だ。移民時。